茨城県道155号離婚上岡上、千北茨城市関南町上岡上、茨城県道155号離婚上岡上線、バイパス。2017年に、海側で並行する旧道が移管されて県道になった。北茨城市関南町上岡市も茨城県道155号離婚、上岡上線は、茨城県北茨城市内の一般県道である。北茨城市関、 本町関本中の主要地方道花は大津港、先行点から同志関南町上岡上の国道6号港点まで南北に接続する延長約 4.2km の一般県道である。バイパスに並行する旧道があったが、2017年に北茨城市に移管された。1959年10月14日、新たな県道として北茨城市里根町を起点とし、 北茨城市上岡上町を終点とする区間を本路線とする県道離婚上岡城線として茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号155となり、現在に至る。北茨城市関、本町関元中の県道27号公店、里根橋上岡下十字路同市関南町、上岡城管は2017年10月に、 北茨城市に関されるまで言動として利用されてきた。この旧道は沿線に関南小学校があり、通学路となっているが福音が狭く歩道がないことから自動車交通の分散と国道6号の渋滞緩和を目的に西側に並行するバイパス道路改築事業が事業化されて2017年6月にバイパスが全線開通している。道路法の規定に基づき、 北茨城市、関本町中低、同志関南町上岡城間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、公害その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している、区域内の道路で、 道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員のものにあっては、当該道路の路面の幅員から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないものでなければならない。ありがとうございます。